どうも、ぶがまりです。スニーカーを、ホッスル、ホッスルということでね。はい、本日はね、ダンクのバイユーがね、近々発売するということでね。ちょっとね、俺なりにバイユーをね、いくつか作ってみたんで、見ていただけたらです。こんな感じだったんだよ、感で、見ていただけたらと思います。それでは、どうぞ。セブンイレブンがちょっと話題になりましてね、少し前に。で、僕もね、こう、セブンイレブンっぽいの作ってみました。はい。あとね、ローソンとか作ってみましたね。コンビニシリーズ、はい、ファミマとか、あとね、マック、マクドナルドですね、はい、あとね、ドナルドですね、このマクドナルドのキャラクターの、あとクマのプーさんとか、あとね、ハイネケンっぽいのとか、あとグリマスですね、はい、あとね、マリノス、横浜マリノスです、はい、あとね、ニシキゴイ、あの魚の鯉ですね。あと、オルカパックっていうのを昔流行った、流行ってないか、まあ、04年に発売されたのをそのまま作ってみたとか、あと、なんとなくこんな色のやつ作ってみました。あとね、パッカーズですね。アメフトですね。のやつとか作ってみて、で、まあ、そんな感じですね。まあ、いくつかね、こう作ってみたんですけど、まあ、僕的にだけど、バイユーで今回一発目作れると思うんですけど、ただ、あと2、3回ぐらいは多分だけど、バイユーで、素材だったり色だったり展開して、少しこう1回売り切れてから、まあ、多分一発目すぐ売り切れると思うんですよ。ただ、売り切れてちょっと期間が空いてから、またこうバイユーでダンクの素材だったり色が多少こう変わって、またダンクのバイユーが出ると思うんですよ。で、合計で多分3回か4回は僕は出るとは思うんで、今回焦って、行こうか、それか、ちょっと待つ。一回待ってから、作らずに、なんとなくイメージさせて、次に、作ろうかって、こう、微妙なね、選択ではあるんです。どっちにしようかってところなんですけど、まあ、そんな感じですね。だからまあ、僕はまあ、一発目行けるだけ行こうかと思ってます。はい。ということでね、バイユーでね、いろんなの作ってみたんで、まあ、ね、ちょっとしたね、まあ、言い方悪いけど、暇つぶしぐらいにはなるんで、結構面白かったんで、いいかと思います。ちなみにね、つま先部分が、あれね、縁の部分と、なんだろう、こう、通気口の素材と、こっち、こうね、あそこが全部一色しか使えない。一色というか、要は同色しか使えないの。だから、そこがちょっとネックではあるけど、まあ、ね、そこをこうどう生かすか殺すかってとこではあって、そこはすごいネックだったけど、まあ仕方ないです。一発目なんで。まあでもね、多分2発目、3発目ぐらいから同色が、じゃなくなったりとかしそうな気もするんで、まあそんな感じでね、ちょっと気長にやってみるのもありなんじゃないかな、かん。ということで、本日は、ダンク、バイユー作ってみたでした。ダンク、バイユーで、遊んでみたでした。以上です。どうー。